さて、別府、夢ぐり2日目でございます。私はですね、原田さんのご案内で大仏温泉にやってまいりました。大仏温泉、すごいですね。1月の26日、いい風呂の日にオープンした。ご自宅なんですか？こちら、ご自宅でですね、はい、あそこに車が停まってますけど、はいはい、あそこに古いですね、はい、温泉があったんですね。もともと祖父の代から、はい、70年前からあった、はい、まあ、小さな、まあ、地元の共同温泉、ここはあの元々組合温泉なんで、はい、今も組合が入ってるんですけど、はいはい、まあ、もう組合が少なくなったもんですからね、うん、あの昼間はこういうふうに貸し切りで、はい、あのまあ、皆さんにね、なるほど、まあ、大仏温泉には、2つお風呂があって、青の湯、こちらが800円でちょっと広いお庭付き、そしてこちらが茜の湯、もう半分以上は、うん、動くんですね。だいたいもうかけ流し大体40年後ぐらいで、はい、少しぬるめに入っていただいて、はいはい、それで多分お湯が少し下がりますよね、はい、こうイオンがね、はい、で、じゃあですね、これを、はい、入れていただくと、はい、これは冷ましてない65度の、はい、熱い、ね、あ、いいですね。これを足せるんですね、はい、下は冷ましたので51度ですけど、はい、上は65度ぐらいで、はい、これをひねるとね、ぬるい場合にはそれを足すんですね。だからぬるい場合はこれ足すと、はい、いくらでも熱くなる。わかりました、はい、ありがとうございます。そんな感じで、ね、はい、ゆっくり入ってみてください。どうですか？あー、はいはいはい、夢ヒノキね、はい、あ、これ漢字ですけどね、はい、実際はあれです、ひらがなで、はい、夢ヒノキの湯っていう、あ、これです、これ今奥様に本当にこれですか、はい、線というのが正しいですね。正しいんです、はい、わかりました。で、これが、これがですね、これが大仏の横っぽいです、当時の。これって鎌倉の大仏ぐらいあるんじゃないですか？いや、倍あり大きさ、鎌倉よりも大きい、24メートル。あ、すごいな。大体倍近くです。当時日本一だったんです。どうしてないの今は？コンクリート製で、あ、で老朽化しましたよね、うんうん。これでもう壊れてきたんですよ。雨ざらしね。もったいないことをしたな。それで、はい、今は巻き。そんな24メートルの大仏がこの辺にあった。ちょうどこの真横にあった。だからこういう感じで見えてたんです、はい。真横に。なるほどね。はい、これはすごい。はい、でそれがこれで、これ一人、これを一人、ね、ですね、だから一人でも入れます。はい。で二人だったら1600円。そうですね。わかりました。はい、ありがとうございます。オリジナルの源泉冷却装置をご覧ください。わかりました。そうそう。オリジナル冷却装置。はい、おっと、これじゃダメでしたね、ダメでしたねって。お。これをですね。はい。
けますと、こういうものが。オリジナル冷却装置。はい。ほう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 。これが上から完全に源泉が、はい、上から源泉を取ってる。熱いでしょ、パイプね。はい。それでこれヒノキの箱なんですね。はい。ヒノキの箱です。はい。それで上から1段、2段、はい、3段と上から雨だれのように落ちてきます。上は結構まだ熱いんですけど、下に行くほどだんだんぬるくなります。ですね。この辺は全然触れます。ああ。はい。京丹温泉とかこの辺にある、あれは竹でやってるのね。私のところはこれヒノキの箱で作ったんで、はい、なるほど。それで夢ヒノキという冷却装置の名前を付けさせてもらいます。これはあれですね、思いのほか、はい、割と非常にこうシンプルな作りですよね。シンプルなんですけど、これなら非常に単純です。そうですよね、はい、でも意外とこれ穴の大きさとかですね、はい、微妙に試験しましてね、はいはい、大きすぎても流れすぎるし、なるほど、細いと詰まっちゃって、これはね、はい、コーヒーをドリップする時の下の穴の数と一緒です。濃いのか薄いのかとね。そうですね。なるほど。これ一つのヒノキに、はい、だいたい穴が400ぐらいいきます。はい。これがですね、1段、2段、3段とだんだん下がって、はい、だんだんぬるくなってここに溜まります。あ、実験した、はい、こういうちっちゃい箱を作って実験なさったんですね。はい。こういうふうにですね。はい。はい。これで、お湯がですね、はい、どのくらい冷めるかなと思って、なるほど。やりましてね。でも、これも恵みですね。はい、この温度がね、50何度でしょ？ね、60度。62、3度です、ね。だからこれ、これが80度、90度だったらもっと大変ですよね。で、80度、90度だと、うん、これ本当は4段、5段はいと言うんですけどね。はい、まあ、あ、まあでも素晴らしいですね、はい、これは天の恵みですよ。やっぱり別府の恵みはすごいなということです。ありがとうございます。実用信案、はい、登録をしまして。そうですか、はい、実用信案も分かりました。じゃあ僕もこういうのやるときにはちょっと教わりに行きますから、よろしくお願いします。ありがとうございます。